はいはい、ええ、ええ、スポーツ選手で、ええ、そうですね、はい、ええ、そうですね、はい、どうですか、アスリートとして、そこ聞いてきますか。いや、やっぱりね、こう4年に一度ですから、そういったもう本当にこう世界がね注目する大会で任されて、なんかやっぱり自分のねこうアイデアというか出してほしかったなっていう感じがしますけれどもね、なんかこう選手と違うところでなんかこう問題が起きててって。そうですね、本当ならばもっとこうオリンピックに向けて、東京オリンピックに向けていろんなこう競技含めて盛り上がっていけばいいところなんですけど、そういったねちょっとまあ、あまり良くない話題が、マイナスな話題が先行したっていうので、それはちょっと元アスリートとしてはちょっと悲しいですけどね、もっとこう頑張ってるスポーツ含めてあるので、そういうのを取り上げてもらった方がなんかハッピーなニュースの流れかなと思います、ね、選手だけをなんか取り残されてるような、そうなんですよね、もう少しこう選手や競技を、ね、注目してほしいなと思います。強化費のもちろんそうですね、プロじゃない方もたくさんいらっしゃるので、働きながらやってる、そういった人たちをもう少しこう取り上げて、メディアの方に注目されて知ってもらえるんじゃないかな。すごい言えるんだね、そういうコメント一応言えますよ。さすがだ、さすがですね本当に、まあ、キュンと来ちゃってごめんなさい、彼女には申し訳ないんですけど、キュンと来ちゃいました。いいよ、いいよ、ね、うん、なんか素敵、良かったです、このギャップがいいんでしょうね。はい、今の段階でおいくらぐらいかちゃんと計算したことなんですけど、相当、ま、そうですね、全部全部ですよね、この辺いじったのも高級車ぐらいは行ってる、1台分ぐらいは行ってるかも、4桁ぐらい行ってると思います。もうちょっと、もうちょっと行ってると思います。行くか行かないかぐらいはで、このレベルなんで、いや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 、いやだって自分で言ったんじゃない。そうなの、そうですね、これから本題の方に入りますから、もうちょっとかかる、もうちょっとかかるし、あと維持費もかかってくるので、維持費、そうなんです、やっぱりもう摘出してるので、ホルモンっていうのが作られなくなってるので、そういった意味では治療はずっと続けていたりするんですよ。お二人仲良いって言ってましたからね、ぶっちゃけどこまでの関係なんですか。いや、だって僕は昔の形は知ってますけど、こういう雰囲気は全然出していらっしゃらなかったので、その時はね、はい、そうですね、当時の事務所の方から NG が出てたので出すなと。男、そうですね、男売りしろみたいなところがあったので、結構日焼けしてね、日焼け、そう、僕以上に日焼けしてましたから、ワイルドカバじゃない、そうなんですよ、僕の頃からな、はい、その頃から、はい、2人は一線越えたことなかった。まだない、うん、まだないよ、どういうこと。まだってことはこれからある。いやだからね、今カバちゃんが話してましたから、この後いろんなことをこうやっていく中で、もしかしたらね、もしかしたら可能性はゼロではない、ね、まあ、ほら、ある意味不幸があってお別れする可能性が出ちゃえば、はい、フリーになっちゃいますよね。もっとポジティブで幸せな方がいい。すいません、すいません、ね、フリーになった時は、はい、チャンスは泣きにしもあらずですよね。先ほど彼女がキュンと来たの、はい、来ました来ました、トラさんにチャンスはないことがない。そうですね、はい、私は結構オープンですから、ね、いや僕も復帰してからオープンマインドなんで、知ってます、いや知ってますから、あ、そういう感じなんで大丈夫ですよ、はい、楽しみ、カップル誕生ちょっと楽しみ、彼女申し訳ないのでごめんなさい、もう前澤さんは一緒に住まれてるんですか。一緒には住んでないですけど、はい、まあ、家が近いので、はい、引きしながら、はい、前ある番組で来年3月までにおっしゃってました。いや言ってないと、まあ、言わされましたね、そういう、サッカー界の重鎮の方に、河本さん、言わされた感じなので、まあ、それはちょっとワイルドじゃないの、言わされたら、まあそうですね、まあ、ただほら、相手の事情もありますから、ね、まあ、ちゃんと話しながら、まあ、早い時期、まあ、しっかりと。話は出てる。
そうですね、はい、あまあそうですね、いいのそれじっくりとはこう話してないんですけど、まあある程度そうですねできたらいいです、はい、はい、ワイルドスピードスカイミッション映画館まで見に行きました、私映画館まで見に行きました、はい、ね、本当に最初から最後までスピード感のあるカーアクションとかあるし、ラブロマンスもあるし、そこ外せないね、はい、あと男のかっこいいところギュッと詰まった一面になってます、ぜひ皆さんでご覧ください。はい、今回このサブタイトルがスカイミッションというだけあって、今までと違ってこうやっぱり空で車が舞うようなシーンというのが結構多いんですよ。それは結構見どころだと思うので、あとはやっぱりこうファミリー感すごくこの人たちはみんな大事にしてるんで、それぞれのなんかこうファミリー、友達でもいいし家族でもいいし恋人でもいいし、人となんか大事な人を見に行ってほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。